それでは続いて日本医療労働組合連合会所長の三浦佳子さんお願いします。皆さんこんにちは。日本医療連合の三浦と申します。私は今日この十分看護婦のお姿で、そして先日招集状を下げてきました。かつて医療労働者は戦争に動員をされ、3万人を超える従軍看護師が戦地に派遣をされ、多くの犠牲を出しました。私たちは先輩たちの戦争への協力を強いられた数々の体験を引き継いで、再び白衣を戦場の地で脱がさない、これを合言葉に平和を運動してきました。医療や介護や福祉に働く私たちが命を守り、人が生きていくことを支えるのが仕事です。医療労働者は殺し殺される国に絶対にさせないと全国各地で立ち上がっています。皆さん、戦争や武力行使は憎しみの連鎖を生むだけです。紛争の解決にならないことは歴史が証明しているのではないでしょうか。アフガン戦争、イラク戦争、多くの戦士が犠牲になり、そしてその何倍何十倍もの一般の市民が犠牲になりました。戦争に行くのは安倍さんや閣僚ではありません。犠牲になるのは私たちです。私たちの大切な家族や同僚たちです。憲法9条、戦争をしない国日本の信頼を生かした平和外交こそ大切ではないでしょうか。皆さん、軍事力を拡大して戦争に向かうとき、命や人権が粗末にされ、社会保障が切り捨てられます。この国の在り方を決めるのは安倍さん。